こういう感じなんですね。バラエティセットお願いします。というわけで今日はちょっとね、気になるこの目の前にあるお店に行こうかなと。ちょっとね、通りにくいんですけど、ちょっと行ってみましょう。串がね、1本80円。あ、こういう感じなんですね。定休日、81個、定休日、唐揚げ豚に100円、バラエティセット串8本と、唐揚げ付き。すいません。すいません。あ、すいません。ここのボタン押したらいいですか。ですね。バラエティセットお願いします。で、こんな感じです。こんな感じで。テールと豚とモモ肉、やけん、ネギ、せせり、皮ずり、あ、はい、おっとっと、あ、はい、ございます。はい、購入完了しました。で、ちょっとね、どっかで食べようかなと思うんですけども、近くでね、食べること、まあ、特別に、まあ、食べようかなと思うんですけど、ぬくめてくれるということです。普通は多分ぬくめてないのかな、家帰ってチンする感じなのかな。予約ロスト時期、ありがとうございます。よし、購入しました。ちょっとね、天気もいいので外で食べようかなと思います。ちょっとね、歴史のあるような雰囲気のある、エリア、公園です。ちょっといただきましょうかね。ゴミの始末はちゃんとして帰りましょうか。よいしょ。はい、バラエティね、パックセット600円で、おお、かなりごっつい感じで、もうぶっ込んだね感じです。で、唐揚げがね、入ってます。もうおやつ的な感覚のね、感じでございます。内容はね、こんな感じで、これが軟骨かな。本当におやつ的な感覚プラスアルファ、おつまみで、ちょっといただきます。
あ、これ美味しいですね。お酒のおつまみ、もうローストチキンからもぎ取ったようなね、そんなあの味です。特になんか無駄なことをしてないというか、このシンプルに美味しいです。うん。あ、うまっ。で、こちらがポン尻です。うん、このやっぱりね、噛み応えがあります。うん、これにハイボール、日本酒行きたいところですけども、今日はないので、まあ視聴者の 方はね、あの普通にこれ持って帰ってお家でお酒飲みながら食べるとか、お酒飲めない方はまあジュースでもお茶でも何でもいいと思うんですけど、うん、あ、うまっ。うん、まあなんか全体的に無駄な油分を絞ってる感じがしますね。うん、これが豚肉です。結構ごっついですね。いただきます。あ、ちょうどいい。うん、パサパサしてまして、あのとってもなんか全部がお酒に合うような、そんな感じです。うん、でこちらが、はい、あ、うまっ。うん、そんなにめちゃくちゃしょっぱいわけじゃないので、うん、程よい感じです。で、ちょっと唐揚げいきます。こんな感じですね。いただきます。うん、あ、うまっ。ね、味付けされた、唐揚げです。味漬け込んで多分揚げてるのかなと思います。うん、あ、うまい。というわけで結構ね、量あるんですけども、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。前からね、本当に気になってたこの焼き鳥屋さんなんですけども、本当に基本テイクアウトですね。持ち帰り専用のお店です。まあ、ちょっとしたネタのついでになんか行くのもありかなと思います。駐車場はね、高架橋の下にあります。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。